俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは今までの生活から環境を一新したという経験はありますか？進学や仕事の関係で一人暮らしを始めたり、逆に同居する家族が増えたりすることは、多くの人に経験があることなのではないかと思います。今回のお話は、外国人の新婚のご夫婦が登場します。2人で生活をする上で、必要なものを買うときに相談もなく勝手に買ってしまったりすると、トラブルや喧嘩の原因になってしまったりしますよね。そんな事態にならないように、2人はじっくりと相談してから買い物をしたようです。そうした事情にもかかわらず、ご夫婦はまさかのトラブルに見舞われます。どうやらそれは日本メーカーのとある車が関係しているようですが、一体何があったのでしょうか。ぜひ最後までご覧くださいね。私はカナダ人のジュリア。カナダで最も人口の多い都市、トロントに住んでいるの。職場で知り合った夫のコナーと1年前に結婚して2人で暮らしているわ。彼との付き合いは長いから一緒に暮らすことにはあまり不安はなかったんだけど、実際は思っても見なかったことで苦労することが多かった。特に困ったのはお金の管理。2人とも仕事を続けているから収入は安定しているし、2人で暮らせば節約できることも多くなるはず、なんて甘く見ていたのよね。あなたは新生活で思った以上にお金がかかってしまった経験はあるかしら。その時はどんなものにお金がかかった？うちの場合は車ね。今私たちが乗っているのは日本メーカーのホンダシビック。この車に乗るまでにすごくお金がかかったのよ。あまりにもやりきれない気持ちだから、その話を聞いてもらえないかしら。もともと私たち夫婦は結婚してすぐに2人で乗ることができる車を買う予定だったの。夫が結婚する前に乗っていた車は古くなっていたし、私は実家の車を使っていたので自分の車は持っていなかった。だからやりくりする資金の計画に車の金額もしっかり入れていたわ。2人でどんな車にしようか話し合って、楽しみながら車を選んでいたの。そしていくつか車を見ているうちに、夫は、僕はホンダのシビックがいいと思う、なんて言い出したの。それを聞いた時、正直に言うと私の趣味じゃないなって思ったわ。どうしてその車がいいの？と夫に聞くと、会社でお世話になっている人が乗っていてすごくいいって言っていたんだ。性能が良くて安心して乗ることができるみたいだよ。車は乗りやすいのが一番だろ、なんて言う。夫が名前を挙げた人は私も知っている人だった。シビックがカナダで人気がある車だっていうことは私も知っていたわ。よく話題に出るし、私の親戚のおじさんも実際に乗っていてすごくいいと言っていた。でも私はシビックに抵抗を感じたわ。夫の言う同僚と私の親戚のおじさんに共通する印象があるの。二人ともかなり年上のおじさんなのよ。車のデザインもいかにもおじさんが好みそうな古臭い感じだし、私はシビックなんて嫌だわ。なんだかクラシックな映画に出てきそうな雰囲気じゃない。今時日本車に乗るなんて恥ずかしいだけだわ。私はそう言ってその車をバカにしてしまったの。夫はちょっと悲しそうな顔をして、じゃあジュリアはどの車がいいんだい？と聞いたわ。私は前からいいなと思っていた車をあげたわ。私はテスラがいいと思う。デザインも近代的でスマートだし、購入後もソフトウェアのアップデートで進化し続けるっていうのも最先端っていう感じがする。性能を考えたらすごくコスパもいいんじゃないかしら。夫はしばらく考えていたけれど、結局、確かにテスラはいい車だよね、ジュリアが気に入っているならこれにしよう、と言ったわ。私は嬉しくて、
ありがとうコナー、車を買ったらたくさん出かけましょうね、と言って新しい車がやってくるのを楽しみに待つことになったの。今回は夫が譲ってくれたことになるから、次に意見が分かれた時は夫に譲るようにしたいなって思ったけどね。実際にテスラが納車された時は嬉しかったわ。目を引くようなスタイリッシュな車体は、引っ越したばかりの綺麗な家のガレージに入れるととても見栄えが良かった。夫も私も初めての EV 車だったけど、心配していたほどのトラブルもなく、快適に走ってくれるし燃費もいい。私たちはすっかり新しい車が気に入っていたわ。でもある時、恐ろしいことが起こったの。それは私たちが車に慣れてきて遠出をしてみようと旅行に出かけた時のことだった。出かけた先はモントリオールという都市。トロントから車で5時間ほどで行くことができて、北米のパリと呼ばれているの。美しい大聖堂のような写真映えするエリアや、自然豊かな公園などが魅力的な場所よ。新しい車を買ってから初めての遠出だったから、私たちはもちろんしっかりと充電をして出かけたわ。実際に家を出てからモントリオールまでは充電も半分以上も残っていたし、全く問題は起きることがなく快適な旅行だった。優しい夫と一緒に新しい車に乗って旅行ができるなんて素敵なことよね。私は幸せをいっぱいに感じていたわ。私たち夫婦は数日間モントリオールの観光を楽しんだ。でもその旅行の帰りに、思っても見なかった最悪のことが起きたの。トロントの冬はとても厳しくて、マイナス20度になる日も珍しくないの。モントリオールはさらに寒さが厳しくて、マイナス30度まで下がることもある。私たちが旅行に出発した時は晴れていて、そこまで気温は低くなかった。でも帰りはすっかり吹雪になっていて、気温もどんどん下がっている。そうした天候のせいか、高速道路はかなり渋滞していた。車内は暖房がついているけれど、外気があまりにも寒いため、私は寒さを感じたわ。我慢ができなくなって、暖房の温度を上げてもいいかしらと言って手を伸ばすと、夫は困った顔をした。どうしたの？と聞くと、充電が、と言うの。充電なら出発前に十分してきたじゃない、と言ってメーターを見ると、私はゾッとしてしまったわ。モントリオールを出た時は満タンだったのに、今は7割くらいまで減ってしまっている。暖房をつけるとびっくりするくらい減るみたいだ。モントリオールを観光している時から気になっていたけど、いつもより気温が低いからどんどん減ってしまっているみたいだね。どうしよう、なんとか家まで持てばいいんだけど。一応家までは持つ計算なんだけど、何が起こるかわからない。充電ステーションはチェックしておこう。でも他の車も同じような状況で困っているだろうから、どれだけ混雑しているか見当もつかないよ。私はものすごい不安に襲われた。充電するのには30分くらいかかる。以前よりも充電ステーションが増えているとはいえ、多くの車が並んでいる列に加わることはできるだけ避けたい。でも雪の中で EV 車の充電がなくなってしまい、立ち往生することになってしまったというニュースを何度か聞いたことがあった。自分たちもそうなってしまったらどうしよう。こうして見ている間にも充電が少しずつ減っていくのが感じられた。私は何とかしないといけないと思い、厚手のコートを着込んだ。それから荷物の中に入れておいた毛布を取り出し、1枚を夫に渡し、自分も1枚を足元から肩までかけた。そして暖房はなるべく低く設定し、シートヒーターで暖を取れるようにした。それでも外気温があまりにも低いせいで、車内の温度はどんどん下がっていく。このままでは車内まで凍りついてしまうと思い、仕方なく暖房の温度を上げたわ。そうした緊張感の中、
ノロノロとした渋滞を抜け、やっとのことで帰宅することができたの。充電は残り 20% を切っていた。なんとか足りて本当に良かったと思う。私たちの想定では十分に足りるはずだったんだけど、思いがけない時にガクッと減るから本当に心臓に悪かったわ。メーターをずっと睨み続けていたから緊張で頭がおかしくなりそうだった。それから私たち夫婦は車をどうするか話し合ったわ。テスラは確かにいい車で、日常的に使うなら特に問題はないと思う。でもカナダの寒い都市に住む私たちは、いつまた今回の旅行のような事態になってしまうかわからない。いつ充電がなくなってしまうのか心配しながらだと、せっかく出かけたとしても楽しむことができないと思う。結局私たちはテスラを購入してからたった3ヶ月後、夫が初めに希望していたシビックを購入し直すことになった。こんなに短期間で車を買い替えることになったんだもの、当然家計は大打撃よ。夫は、こういうことがあるのは仕方がないよ、無事に過ごせているんだから良かったと思うし、お金はまた頑張って稼ごう、なんて言っているけど、私はあまりにもやるせない気持ちになってストレスでつい爆食してしまったわ。この後のダイエットの心配までしなくてはいけなくなってしまったのよね。でもあれだけ嫌がっていた私が購入することを了承したのは、シビックがハイブリッド車だからっていうのが大きいわ。普段は低燃費の電気で走ることができるし、いざという時はガソリンがあるっていう安心感は大きい。実際に乗ってみると、その魅力に気づくまでにそう時間はかからなかったわ。安定感のある運転ができるし、加速もとってもスムーズなのよね。主に運転するのは夫に任せようと思っていたんだけど、試しに私も運転してみたらとても良かったの。なんだか運転が上手くなったみたいな感じがするのが嬉しくて、よく運転をするようになったわ。ちょっと古臭いなんて思ってしまっていたデザインも、愛着を持って乗ってみたらシンプルでいいかもって思えてきた。こんな事件を乗り越えて、私たち夫婦は今日本車を愛用しているの。夫は乗りたいと思っていた車に乗ることができるようになって嬉しそうだし、私も日本車の技術やハイブリッド車の素晴らしさにすっかり感動しているわ。私がもっとシビックのことを理解していて、初めから乗ることができていればよかったのに、なんてことも考えるけれどね。この車があれば結婚2年目の冬は楽しく旅行ができそうだから、今から楽しみだわ。とても長く乗ることのできる車だそうから、次はすぐに買い替えなんていうことにもならなさそうだしね。大切に乗っていこうって思っているわ。僕の国もマイナス20度くらいになったりするし、夜間に運転することが多いから EV 車は不安だな。渋滞になったらどうしようってビクビクしながら乗るのは嫌なものだよ。立ち往生したとしてもガソリン車は給油支援をしてもらうことができるけど、電気自動車は難しいよね。次の充電場所まで暖房しながらのキロ数は確保しながら、渋滞に耐えるのはかなりプレッシャーで楽しくないよね。旅の思い出は電欠の心配をし続けたことになって、車で出かけるのがストレスになりそう。電池がなくなったら動けなくなってしまうって考えながらの乗車なんて最悪だよ。充電のタイミングの判断誤りが命取りになる場合もありそうだよね。雪の中での立ち往生の場合、さらに雪が車に降り積もって周りの雪に熱を奪われ続けるので、これよりもっとひどいことになるだろうね。地震や洪水、雪などの災害に遭わない人になら EV はいいと思う。 EV のバッテリーが冬に弱いという噂や憶測を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。実はこれは単なる噂ではなく、自動車メーカーからもアナウンスされている事柄なんです。テスラはホームページで、
航続距離に影響を及ぼす要因として寒冷な気候を挙げています。寒冷期における消費電力は通常時の 1.5 倍にもなると言われています。これはエンジンのない EV 車は駆動用バッテリーのエネルギーを使ってヒーターを作動させるため負荷が大きくなる傾向にあるためです。また冷えたバッテリーは本来の性能を発揮できません。ヒーターを用いることでバッテリーの性能を引き出せるようになりますが、バッテリーを温めることにも電力を消費しますので、やはり消費する電力は大きくなってしまいます。急な大雪などの場合、予想外に何時間もの立ち往生を余儀なくされるケースも多いでしょう。そうした状況に置かれることで電欠状態に陥ってしまうリスクは高くなります。多くの車がそのような状況に陥ってしまえば、充電スポットでの混乱につながる可能性も大きいですよね。寒冷時における性能低下はメーカー側にとっても大きな課題とされており、今後の企業努力が期待されますね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。